は私手島優がさまざまなトレンドをキャッチしてワンランク上の女性を目指す情報発信番組です。手島優の東京ネクストガール。さあ始まりました、東京ネクストガール。 MC を務めさせていただきます山本貴弘と手島優です。イエーイ。2月揃った揃いましたね。2月といえば、はいはい、バレンタインデー。バレンタイン、バレンタインデイ。テージ、はい、誰かにこれあげる予定なんかあるんですか？どうもクリス・ペプラーです。言うなのぶっ壊してこないでくださいよ。いやいやいや、あげる予定はないですね。ないの？今年こそは、そうだからもう1月宣言したじゃないですか、恋をするって、うんうん、だから私今年はいいなと思った人全員にまず渡したいと思います。なるほど。山本さんはもらう予定はないんですか？もらう予定ないですね。で予定も何も待ってる。あ、そうか、もう37年待ってる。男の人ってどうなんですか？ドキドキするんですか？バレたいね。なんかさ、義理とその本命の違いなんて分かんないから、もらったらなんかちょっとその女性を意識しちゃうね。ああ、そうなんだ、うん、いやじゃああげないようにしよう。意識されないように変な感じになってる。なるほどね、はい、ということで、はい、今日もワンランク上の女性になるための情報を集めてきましたから、はい、楽しみにしていてください、はい、それではまずこちらです。ネクストガールのやすかです。チョコレートが嫌いなんでバレンタインも大嫌いです。続いてはネクストヒット。ネクストヒット、次世代の注目コンテンツを紹介するこのコーナーでは、今回は引き続き世間を騒がしている YouTube 界の巨匠を紹介したいと思います。今回はちゃんとした人ですね。いや、前回もちゃんとした人ですよ。エグウィンさん、ちょっとバカにしないでくださいよ。オフっただけのあの低さ。いやいやいや、オフのことは言わない。人形かなと思って。芸人さんはね、映ってわーですよ。あら、楽しみにしましょう。早速お呼びしましょう、はい、巨匠。巨匠出ました。巨匠、本当は普通の人だ。普通すぎて困る。見た目じゃないんですよ。見た目じゃ、あんか出てきましたよ、はい、さあ、テイジ、この方は一体何の巨匠かわかりますか？針金好きな人。いやいやいや、巨匠って言われるぐらいですからね。こちら岡田さんなんですけど、岡田さんはストップモーションアニメーターなんです。いや、止まってる。ストップモーションアニメーター、ピンときてないみたいですけどね。マイナーな職業ですから。ストップモーションアニメーターっていうのは、こういう人形とか、はい、あとは粘土とかですね、はいはい、そういうのをちょっとずつ動かして1枚ずつ写真撮っていって、うん、ちょっと待ってください。今わかりました。今わかりました。この顔わかった。まあ、そういった人形とかがこう動いてるような動画を作って YouTube にアップしてます。この岡田さん、ね、代表作がすごいです。代表作、うん、ムシューダの CM、おフルーチェの CM など、その他いないいないバーのオープニング、はい、オープニングです。あとバンプオブチキンの PV、もやられてる、すごい活躍されてる方なんですよ。お、もうこれすでに。どうやってんだろうこれ。これは後ろの方から棒を出して、その先にあの両面テープでこの2枚くっつけて、ちょっとずつ動かしてるんですけど、本当になんていうのかな、リアルに動いてるもののスローモーションみたいな感じがする。折り紙生きてるよこれ。気持ち悪い、本当になんかリアルすぎて、すごいすごい、本当に疲れてる。暴走みたいなの来た。これ黙っちゃう。黙っちゃう。見ちゃう感じなんで。すごすぎて。やばいやばい。ワイプ芸人としてダメだこれだ。ワイプ芸人じゃないんだ。違ったっけ。芸人さん。いや違う違う。走ってますよ。おお。二足走行。はい。はい。これ世界人、世界人です。はい。
い、すごい、なんかすごい感動ありがとうございます。この紙とかを毎回いろいろ折り替えてとか、はい、位置とかを変えて、はい、どん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 取っていくってことですもんね。そうですね。で、紙がまたこう何回もやってるともう破れてきちゃうんですよね、うん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 、だからあの撮影中にこう破れてくるとまた新しく人形をまた折り紙で折ってってやっていくと、もう十何体とか、うん、同じやったりとか、やって嫌になりませんもん。あ、嫌になりますね。あれ、ダメですなんでこんなの始めちゃったんだろう。ということで、今回は YouTube 界のコマ撮りの巨匠、岡田さんにいろんなお話を聞かせていただき、ワンランク上を目指すヒントを探していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。アニメが大好きなので、休日はアニメを見て過ごしています。続いては、テジーの愛がいっぱいフェイスヨガ。テジーの愛がいっぱいフェイスヨガ、イエーイ。このコーナーは毎回数分で美顔を手に入れちゃおうというコーナーです。教えていただくのは陽子先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は何を教えていただけるんですか？はい、今日はムンクの顔というのをしたいと思います。ムンクってこういうやつですよね？そうです、その通りにやっていきます。はい、はい、まずは、息を吸って、はい、吐いて背筋を整えます。口は尾の形を作ります。鼻の下も伸ばします。そうです。目を、黒目を上の方に向けていって、額にシワができないように恥ずかしがらずに顔を作ります。ごくんごくん、はい、目はごこの顔見合っちゃダメですね。こちら美肌に効果がありますので。なんでですか？顔全体が今熱くなりました。確かに熱くなりました。はい、血行が良くなるみたいな感じですか？そうです、そうです。確かになんかね、あでやかなピンクに。ありがとうございます。ね、私もなんかなってます、なってます。赤赤。鼻から息を吸って、鼻から息をゆっくり吐き出して呼吸を整えます。顔は正面のまま、口を尾の形にします。目の下からほうれい線を伸ばすように鼻の下をしっかり伸ばしましょう。そのまま目線だけを上に向けます。恥ずかしがらず、額にシワを寄せず、思いっきり引き伸ばしましょう。呼吸はゆっくり、鼻呼吸をします。続いて教えていただくのは何ですか？ナポレオンフィッシュの顔というのをやってみましょう。はい、何ですかナポレオンフィッシュって？そうですね、こう顔の大きな魚がいるんです。そうなんです、それをやってみたいと思います。わかりました。でまずはこの下唇を上唇に重ね合わせるようにして口角を上げます。しゃくれるようにしてやってみる。ちょっと人をこうバカにした感じでいいんですか？そうです。ちょっとバカにした感じになる。うん、はい、そのままこう顎を突き出していきます。そこでキープします。ちょっと顎疲れますけど。そうです、そうです。もっと上ですか？これ斜め上を向けて口角を上げるように。こちらは小顔の効果があると言われています。あ、本当ですか？そうです。確かにこの辺が引き上げられてる気がします。グイッとこう上げますので、うん、ぜひこう顎をしゃくれてやってみて。あ、しゃくれていいんですね。いいです、いいです。はい、グイッと出して。鼻から息を吸いながら、下唇を上唇の上に軽く重ねて口角をキュッと持ち上げます。息を吐きながら、喉が伸びるようにやや顔を斜め上に向けて、喉の伸びを感じながらキープ。息を吸って吐きながら元の顔に戻してリラックスしましょう。これ皆さん簡単なのでぜひやってみてください。では次回もお楽しみに。それでは岡田さんに質問したいと思います。まず一つ目、名前と年齢、出身地を教えてください。はい、岡田茂、41歳、千葉県出身です。いやろね。2つ目、はい、YouTube で活動を始めたきっかけは？もともと自分のサイトで YouTube ができる前から動画を配信していたんですけど、まあ、ただで動画を載せることができるという噂を聞いて、ちょっと YouTube にアカウントを作って、試しに始めてみたのがきっかけです。3つ目、 YouTube をやっていて良かったことは？
やっぱり世界中の人が見ていろんなコメントとかアクションを起こしてくれる、でもいろんな言葉でいろんな感想をくれるっていうのが、もう面白いですね。逆に辛かったことは、反応がかなり薄いと悲しくなってきますね。まあそうなりますね。動画制作以外の時間は何をしていますか？うちでちょっと料理とかして気分転換とかしています。そこでも喋んないですね。科目ですね。はい、じゃあ6つ目、これまでの一番のヒット作は？ヒット作はですね、折り紙アニメーションという折り紙を使った一番最初の動画なんですけど、これがアップしてしばらくしてからアメリカの方のトップページで紹介されまして、1日に2、30万アクセスぐらい増えるような形で、今トータルで230万ぐらいは行ってると思います。すごいな。アクセス数を伸ばすコツを教えてください。そうですね、やっぱり自分の好きなことをやるっていうのが一番だと思うんですけど、好きな人っていうのはこういろんなこだわり持って動画を作るので、そこがこう見ている人の期待を裏切るというかですね、ここまでやるのかとか、こういうふうにやるのかっていう、そういう驚きが出てきて、アクセス数がどんどん、口コミがどんどん増えていってですね、アクセス数が伸びるんじゃないかなと。はい、今後の展開を聞かせてください。まあ、自分の YouTube のチャンネルをもっと大きくするということと、あとは今まで比較的ソフトな感じの、動画を作ってきたんですけど、もっとホラーとかですね、そういった結構際どい動画も作っていきたいなと思ってます。はい、じゃあ最後に手島優に一言。このままずっと続けてですね、ぜひ YouTube の女王を目指してですね、頑張っていただきたいなと思います。はい、岡田さんありがとうございました。ありがとうございます。41歳、はい、見えないですね。そうですか、伸びたって。あ、伸びたはよく言われますね。これ失礼ですけど、ご結婚はしてないです。独身でーす。バレンタインデーで狙わないとね。もともと自分のサイトで動画を配信していたが、 YouTube はただ。そうですね、動画ってデータ結構大きいんで、はい、自分のホームページ置いとくだけで結構そのお金がかかるんですよ、はいはいはい、でそれでただで動画が置けるっていうんで、じゃあもうそっち全部持ってっちゃって、もう全然違いました。いやもう僕のサイトは日本語しかなかったんで、日本の人しか見に来なかったんですけど、はい、YouTube にアップしたら海外からいろんな英語のコメントがついて、あ、YouTube ってこういうものなのかってアップした後に初めて知って、最初嬉しかったですね。コメントがつくっていうのが新鮮でしたね。たまにイスラムとかあっちの方のなんか文字とかで来た日にはもう手出せませんからね。文字みたいな。そうです。で、逆に辛かったことはってことで、もうこちらもちろん芸人もそうですけど、反応が薄く悲しくなると。わかりますよ。グラビアもね、いい作品だなと思って出したところで、あんまり自分が思ってるほどのね、こう反応がないとがっかりしますよね。反応って具体的にどういう？私の場合は、期待破りだとか、もっと出せだとか、そのポーズ見たとか。あ、ポーズまで？でもそれはいいことですよ。どうでもよかったらコメント書きませんか？そうなんですか？嫌われてんだなって。いや、愛されてるんです。真に受けてすっごい落ち込みます。それでいいコメントがないのがやっぱり一番辛いですね。それが一番辛いです。あ、放置されちゃうってことですか？そうです。もうコメント欄スカスカみたいな。期待してるから非難するんじゃないですか？そうなんです。応援してくれてるんだよ。それ落ち込むのもいいけど、応援してくれてるんだよ。サンキュー。上から行きますね。動画制作以外の時間は何をしていますか？もう料理をして気分転換、ね、もう一人暮らし長いですからね。あら、もう何でもできるような感じで。のびちゃん何でもできるのね。のびちゃんじゃないですよ。のびちゃんじゃないですよ。得意料理とかは何ですか？うん、結構和風なのが好きなんですよ。煮物系とかぶり大根とか一人でこうくつくつ1時間以上煮てかかっちゃったりとかしますね。ダメダメ。それね、モテないよ。いやいや、何でもできる男子マジモテないから。いやいや、ぶり大根なんか女子のができないのにね、のびちゃんができちゃったろ。僕にはあの便利なドラえもんがいないので、自分の力でいけ
やっぱ得意になるんですか、うん、いや、一応の仕事で、まあ僕仕事でコマ撮りもやってるんで、はい、それであの折り紙使った CM かななんかそういうの一度やったんですけど、はい、あ、でも面白いかもしれないなと、うん、家帰ってもまた結局折り紙になってでもその結果アクセス伸びてますから、うん、で早速その作品見れるという あ、そうなんですか、見ましょう、見たいです。